皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は新桜大戦のファミ通紹介をしていきたいと思います。ヒロインたちとの絆を育んでいく新アドベンチャーパート。テレビアニメのような構成での進行形式は桜大戦シリーズの特徴の一つです。各話はアドベンチャーパートとしてとバトルパートの繰り返しで進んで、その中でヒロインたちとの絆を育んでいくことになります。イベントを進めます。アドベンチャーパートではストーリーの進行の合間に様々なイベントが発生します。神山を操作して帝劇団や銀座の街を自由に移動して目的を達成しましょう。またイベントにはメインストーリーの進行させるものだけでなく、多彩な内容のサブイベントも用意されています。目的地はアイコンで表示されて、光る手がかりを調べます。 LIPS を攻略です。まあこれはあのシリーズの名物ラブ&イントラクティブのとイントラクティブピクチャーシステムの略で、言いにくいな。平たく言うと時間制限式選択し、選んだ回答によって相手の信頼度はもちろん、シナリオ展開までも変化することがあるようです。お題によっては時間切れイコール失敗でなく、思わぬ結果に導くこともあります。時間制限イベントはなかなかハラハラしますね。そして大帝国劇場の内部を紹介します。メインとなる舞台の一つで、神山たちの拠点大帝国劇場の各ロケーションを公開します。1階ロビー、食堂、劇場内部、中庭、支配人室、2階廊下、2階サロン、神山の部屋、大浴場、地下格納庫、作戦司令室などがあるようです。第1話、新たなる風のダイジェスト。まあ大正29年、まああのこれを舞台にしているようですね。まあ大正時代といえばもう明治とあの何だっけ、昭和の間ですからね。架空の時代とも呼ばれています。まあそんだけ短いんですよね、実は。29年、なんか結構意外と長いな。まああの結構短い時期だというのは確かですね。まあ結局平成も31年そこらしかなかったという話でしたけど、まあそこはもう特に触れないでおきましょう。まああのまあ架空の時代ですからね。まああのその他、まああのまあいろいろとあのロボットで戦ったりとか、まああの結構近未来的な要素もあるんですよね。まあここは架空の世界ということで、まあロボットで戦うといったらもう時代劇といえばもう銀魂ぐらいですからね。あれはもう宇宙をテーマにした時代劇ですからね。まあそんな感じで、まああのいろいろ言いましたけど、今回はこの辺で新桜大戦のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。